同じように世界に弾かれ、同じように危機感を持って、でも結局殺し合うしかないんだね。私たちは立派になったな、ミハル。これは6人の姉妹の物語。歌の力によって守られる世界だが、一人だけ破滅を望む者がいた。裏切りの歌姫ゼロ。戦で荒れ果てていた時代、五人の女神がこの地に降り立った。女神たちは歌を歌うことでこの世界に平和をもたらし、我々はそれを歌姫と呼び、信仰の対象として崇めた。彼女たちの力によって戦乱は遠い彼方の記憶になり、光と緑があふれる豊かな大地の上で人々は幸福な時を過ごし、ミカエル。
皆殺しにするぞ。
でも変わらないな。無茶なところ。褒められると照れるよ。褒めてないの。
歌う歌いを全部殺すだって。